はい、どうもこんばんは。田坊正でございます。今日はですね、最近その新聞を逃げ出しています消えた銃弾報道、まあ、安倍元首相の暗殺事件で、すでにもう陰謀論が渦巻いちゃっているので、まあそれについて僕はそのもうちょっと冷静に考えようよっていうのを、まあもう結論付けて言うと言いたいと思っております。新聞とか雑誌はね、先走るのは、まあ自分も、雑誌の編集長をやっていましたのでわからないでもないんですけれども、まあ人の死がありますし、まあ我が国のね、元首相の暗殺事件という大事件でもありますし、そこら辺は遊び半分とかではなくてね、ちゃんと論じた方がいいのかなというふうには思います。で、前の動画でも述べたんですけど、僕は公安の経験もある元現役の私服警官に話を聞いてまして、それはまた前回の、動画を見ていただければと思うんですけども、あれはその、まあ、2発銃声が聞こえたわけですが、まあ、銃声らしくはなかったんだけれども、1発目の爆発音、まあ、爆竹であるにしろ、車のタイヤのパンク音であるにしろ、何にしろ異変が起きたら、まずは、警護対象者のところに駆けつけるべきだと。いうのが、公安も、の体験もある。まあ、そしてもちろん警護の体験もある、現役の人間、現役の警察官の、お話でしたね。で、これも大失態で、本当に、同僚、まあまあ、警察官って、まあ、いわゆる同僚ですからね。同僚といえど、これはもう何にも言い訳ができない、前代未聞の大失態ですというふうには言っていった。っていうのが、まあ、基本的な、趣旨でした。で、まあ、謎といえば謎なのは、まあ、確かに360度、どこからでも狙えるような距離に、なんで演説台を置いたのかっていうところなんですけれども、そこも、自民党関係者に聞くと、あそこはまあまあそうなんだけど、あそこはもともと演説台、凱旋をするところ、として結構決まっていたということだったんですよね。だからまあ、まあ致し方ないといえば致し方がなかった。で、前のさっき の警官の話に戻ると、で、あるならば交通規制と職質、声掛けってやつですけど、それをきっちりやっておくべきだったということでしたよね。で、まあ、ツイッターでも出回ってましたけども、山上容疑者が安倍元首相の後ろに近づいた、まあ、近づいたこと時点でも、奈良県警と及び、警視庁かな？警視庁 SP の動きというものは非常に大失態だったわけですけれども、まあ、撃った後に反動がなかったと、ピストルとか、ショットガンもそうですけど、撃ったら反動が起きるわけですよね。で、かなりの反動が起きる。けども反動がなかった。だから空砲じゃなかったのか。したがって、2発目は、360度、どこからでも狙えるところから、まあ言ってみれば、まあスナイパーみたいな人間がいてですね。そこで撃たれたのではないか。そこから撃ったのではないかなと。まあ説が流れているんですけれども、あまりにも早すぎます、それは。消えた銃弾ってやつですかね。銃弾が安倍元総理の致命傷になった銃弾というものが、まあ、ないと。まだ見つかってないということを、その、青山茂春、参議院議員、自民党参議院議員が、のネタ元になるのかな。がネタ元になるのかな。が言ってるんですけれども、まだこれ警察発表じゃないんですよね。で、それって非常に危うくて、一番まず考えなきゃいけない、皆さんに考えていただきたいし、僕も考えなきゃいけないのは、山上容疑者の取り調べがまだ済んでないんですよ。自供も出てないんですよ。自供出てから騒ぎ立てるべきだって、僕さ、これは皮肉で言ってますよ。青山議員に対して。とか、煽り立てる人々に対して。自供も出てないのに、なんでそんな自分たちの思い込みで、まあ、その、思い込みで話すのか、
自家製の鉄砲の来た後のその反動がなかった、それはそのどの鉄どういう鉄砲なのかっていうものを、まあなんかそのなんだっけな、海外のガンマニアの人がそういうのを作って試してみて、なんか反動がなかったみたいな動画も流れてたんだけど、あくまでアマチュアですからね、それね。で、それを本当に山上容疑者が作った、手製で作った銃を、おそらくまあ、容疑を確定した段階で、まあ、銃刀法であったりとか、あとまあ、もちろん、殺人罪、銃刀法、あるいはいろいろ、なんだろうな、あと二つぐらい、罪を被らなければいけないと思うんですけども、で、非常に緻密に再現してから言うべきことではあると思うんですよ。で、とにかく山上容疑者の自供を待たなければいけないのにもかかわらず、先走って消えた銃弾って言ってるんですけど、その消えた銃弾って本当に、消えた銃弾の出所が青山茂春さんっていうのは非常に僕は危うくて、危ういと思ってます。で、あの方って、まあ、正直、なんですかね、ペルー大使館の、人質事件というのがあって、まあ、共同通信時代にあったんですけど、まあ、あれから名を上げてったっていうような人ですよね。だけど、現実に、まあ、参議院選出るときに一気で辞めますって言って、また出て、確か、体から金粉が出るっていうことも、虎ノ門テレビに対してで言っていて、僕が聞いたのは確か100メートル12秒台で走るっていうのも聞いていて、60歳以上なのに。で、あとは、大阪のテレビ番組でしたがね、命をかけて、なんか当時のね、安倍総理の国書を携えて、金総書記の拉致問題解決のためにね、一人でも行くと言って、どれ一つとしてなってない、やってませんからね。やってない割に、やってない、さらに、まあ一気でメルクリット参議ももう一気やるわけじゃないですか。っていうパフォーマンスの方をたまにいらっしゃるんでね、それを信じるのもどうかなと思うんですよ。で、警察って正直バカじゃないんでね、確かに不祥事もやりますけれど、自分が取材した公安警察とか丸棒、あと警察官僚にも話を聞いたことありますけれども、非常に大変な情報を持ってます。嫌なこと情報機関、内閣調査室とか比べ物にならないほど情報を持ってるとこなんですよね。で、そこが、まあ、今のところ沈黙してますし、というのは慎重にやってると思うんですよ。元首相の暗殺ですからね。で、まずは山上容疑者の自供を持って、そこから判断、いろいろなその、推測とか、取材に基づいた、推測、経験値に基づいた推測、それを、やらないで、たった一つの、なんでしょう、動画、この、拳銃が、の反動がなかったとか、それだけで、拳銃がもしかして反動がなかったように作ったかもしれないじゃないですか、わかんないじゃないですか、誰も。わかんないのに、もう一人、なんかスナイパーがいてとか、そういうその、陰謀論ですよね。というものが、もうすでに出てきたのかなと。これはね、ずーっとはぶこりますよ。僕はもうアメリカの JFK が暗殺された時に、まあもちろん僕生まれてなかったわけですけれども、それを思い出しましたけど、ちょっと違うじゃないですか。JFK の場合は、オズワルドが、実行犯とされていたオズワルドが、ルービーに射殺されたんですけれども、今回違いますもんね。まあそうではないんじゃないかなと思います。とにかくまあ、陰謀論みたいなものには本当に気をつけなきゃならないし、今んとこ出てる材料の中で、なんでまた、消えた銃弾とかいうものが出てきちゃうのかっていうのが非常に不思議ですね。根拠がないんですよ。根拠が青山議員の話だけ。で、結局、青山議員って、いろんな大風呂敷広げて、全く、その大風呂敷が、成功したことがないんですから、ね、そんなに、情報を持ってるわけではとてもじゃないけれども、持ってるとは思えない。警察官僚とかその辺にの人脈
そういうものがあるとは思えない。まあ、共同通信の社会部時代だったらまだしも。ですから自分としてはですね、その消えた銃弾、安倍元首相の死因となった、まあ、2発目の銃弾というものが消えたか消えてないかっていうのは、わからないが正解であって、まあ僕はまあ消えてないと僕は思ってますけど、消えてないと思ってますけど、あと、入射角を調べればわかることじゃないですか。上から撃ったんだったらこういう風に来るし、で、まあ山上容疑者が、ほぼ水平な感じで撃ってますよね。そうするとそこも入射角でわかるので、上から撃ったか、ね、山上容疑者の位置から撃ったのかってわかると思うんで、で、それも普通に警察が発表してないんですよ。なので、そんな事実っていうのはあるかないかっていうと、まあ、その、煽りたい人は、まあ、煽るでしょうけれども、少なくとも警察はそれを発表してない。じゃあ僕らはどう捉えるかっていうと、とりあえずは、さっきも言った通り、警察は間違いも犯すけれども、とりあえずは、警察の方の、発表と、山上容疑者の供述、自供述を、冷静に待つのが正解だと思うんです。こういう時本当に、騒ぎになって一番良くないのは、二次被害。二次被害っていうのは人心が乱れるってことですね。それは僕らは10年ちょっと前か、東日本大震災、そして及び福島第一基地原発で放射線が来る来ないっていうところで、非常にも、人心乱れたわけですよね。いろんな、なんだっけな、水がなくなったり、コンビニから水なくなったりとか、コロナの時はトイレットペーパー、マスクもそうだし、いろんなものがなくなったじゃないですか。そうか、あと、福島第一原発とかガソリンもそうだな。大渋滞でしたね。そういうようなことを勉強してるはずなのに、経験してるはずなのに、いまだにそういうなんか騒ぎ立てる人を、先導屋って僕は呼びますけど、先導屋がいて、それが SNS でもって拡散され、面白がって言う人もいれば、真面目に考えちゃう人もいるという現状っていうのは、非常によろしくないなと思います。少なくとも、まあ、この動画を見てる皆さんは、もっと冷静にちょっとクールダウンして、今出ている情報、確かな情報、つまりその、よくわかんないね、ネット情報じゃなくて、一応、警察発表、一応公的機関ですからね、嫌かもしれませんけど、一応やっぱり公的機関の警察の発表などを待ってから、判断したり、意見をしたりするのが、真っ当だと思います。まあ僕らは真っ当になりたいですよね。はい。いろんな間違いは僕も犯しますし、失言も犯しますけれども、ただ真っ当には行きたいな、というふうに思います。で、今回も編集者としてはね、消えた銃弾というものに踊らされずにですね、まずは、検察発表と山上容疑者の供述を待ってから判断しつつ、まあ、警察にまた取材したりとか、まあ、自民党関係者に取材したりとか、いうことで対応したいというふうに考えております。以上、今考えていることでございました。それではまたお会いしましょう。よかったら、登録していただいたらいいのと、グッドボタン、いいねボタンを押していただければ幸いでございます。よろしくお願いします。